大丈夫だ。僕はエースと海に出るよ。海に出てねえじゃねえか。海に出るとはそういうことじゃん。ダス、ちょっとなんか個人で動くのちょっと怖いんだよな。僕も怖いな。一人怖いです。とりあえず一旦ブルックはちょっと離れてほしいね。なんですかそれ。まあそうだよな。なんでブルック横にいるんだ。ただでさえ怖いんだから。そうそうそう。ブルックこれだからな。あ、そうやって差別するんですか。そうですか。そうだよ。骨だから。あ、わしすまない。わしはさ、天気が。誰だ天気消したやつ。ありがとうルフィ。なんだ、誰かすれ違った。待って待って待ってよ。あ、分かった。しまった。分かっちゃった。ちょっと待って。あのね。どうしたルフィ。かわいいなおめえ。最初僕カフェテリアからついてゾロとはぐれたからナミと一緒に行こうって言った時に電気消えちゃったんですけど電気消えたからよしタスク行くぞってなってウェポンルームからサードルーム前に行ったら多分青色だからサンジとすれ違ったんだと思うけどサンジとすれ違ってシンベイ死んでました。お前決まりじゃねえか。おいサンジね。酸素ルームでジンベイさんが死んでてその前にすれ違ったのがサンジさんってことですか。見えたんだよ暗闇の中で青色が。ああ、こいつそういうやつだから。そう、なるほどね。確かにルフィとすれ違ったのは間違いねえが。三条目、ちなみにお前どっから来たの？俺はナビゲーションまで行ってカフェテリアウェポンのピンピンやるやつやってからナビゲーションタスクやって電気消えたからウェポン回ってカフェテリア回って今管理室の前ぐらいか？でも何人かその前にすれ違っちゃいるぜ。カフェテリアでルフィとすれ違ってんのは間違いねえ。それは間違いねえ。うん、ただなんで電気消えてんのにルフィ上上がってんだって思ったけどな。上下に下がってたの。いや俺すれ違ったのカフェテリアだろ。いやカフェテリアから上ポン。カフェテリアから上ポン行ったんだろルフィ。カフェテリアから上ポン行ったのは間違いないけど下に下がってたよ。上ポン行った後下下がったんじゃねえのか。そんで下見つけたんだろ。ちょっと待って、一体どこで見つけたかってもやってもよろしいですか。どういうことだよ。だから下に見つけたのは酸素ルームの通路の前。だからカフェテリア上ポン行って酸素に降りてるってことは電気室は逆に走ってるだってことだろ。電気室だから矢印通りに行ってたんだよね。電気室おめえ真逆だぜ。頑張れルフィ。だからジンベエと同じ状態になってたってことか。だから迷子になってたってことでいいのか。そうだ。確かに俺ルフィとすれ違ったのは、真横通ったから俺からは見えてたよ確かに。うん。そいつ分かんないから俺はスキップしてた。通ったのにジンベエの死体見つけてねえんだ。あと2秒だよ。みんな入れてね。真っ暗だから見えねえパターンもあるんだよ。あれだよ。あとは女子が全員入れたわね。あとはルフィ俺が行った後にやられてる可能性もあるからな。サンジ、君なのかい？どのタイミングかですよね。そうなんだよ。違うの？俺から見たらちょっとルフィあれだけどな、逆側行ってるから。ルフィに嘘がつけるかしらね。どうなんだろう。なんか笑ってない？すごい気を取ってたからな。嘘つけないもん。これ嘘下手の時のセリフですよ。ちょっとルフィさん。泳がすとくのもまあ一つの手かもしれない。いや嘘ぐらいつけるさ。嘘つけ。あ死体あります。大丈夫か。死体行くよみんな。私も向かってるわよ。あブルック一緒にいるか。頼むぞ。上だ上だ。わしはやれんぞ。何？上誰か。今向かってる。上行けるよ。ちょっと待ってね。今向かってる。待って間に合う？5。間に合う間に合う。0。ナイスナイス。ナイスナイスナイス。よくやった。焦りましたね。危ない危ない危ない。よかった。一体誰がやってるのかしらね。ナミとヤマトが俺の近くにいんだね。そうよ。僕さっき君のストーカーしてたよ。怖い怖い怖い。ちょっと君のタスクが終わるまでずっと後ろで待ってたよ。おいクレイじゃねえか。今直す今直す。照明消えたよ。誰かつけて。暗いの怖いよ。もうえ、なになに、あ、ナイスナイス、可愛いのさ。怖いの、暗いの怖いの怖いの暗いの怖いよ。意外な弱点を見つけたわね。あ、見て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 。おいおいおい。え、チョッパーさん。あられもない姿に。今いたのはゾロとブルックと僕が一緒にいたよね。まあそうだな、直して一緒に見つけましたよね。ね、だから僕たちにはできないよね。そうですね、私から見たらゾロさんとヤマトさんは白目に見られそうですね。そうだな、俺たち3人基本的に無理だ。一緒だったよね。あ、私はサンジ君と保管庫で、あ、すれ違ったけど、シールドルームから通信室保管庫って感じで。あとその時チョッパーも一緒にいたわね。そうだな、その時向かってて、で電気が消えて、そうでサンジ君が直してくれたの。で俺とダミさんでいたよな、ダミさんもいたんだよな、その時。そうそうそう、いたわよ。そこ直した時に俺はタスクで保管庫の下の変な、なんか暗いの怖いよっつって下げてったんだよね。でその時はまだチョッパー生きてたんだよ。あ、そうなんですか。ナミさん、そうなの？ナミさんどっちに行きました？さっきシールド通信保管庫で俺たち3人一緒に歩いたと、あと私ちょっと怖かったからサンジ君がチョッパーの方行って上行って、でそのまま電気室向かって、うん、でサンジ君が直してるの見てっていう感じ。お、ちなみにルフィはどこいた？俺はエポルームから行ってのカフェテリアから、そこでチョッパー見て、うん、ぐるっと一周して、うん、でいろいろなんか上部エンジンに、うん、で、あのカフェテリーから上部エンジン戻って下部エンジン行って、今電気室の前にいます。あ、っていうことはこの死体はまあもちろんわかんねえもんね。うん、わからない。ブルーと大外で回ってたんだもんね。俺とブルックとヤマトはまず犯行は不可能だ。となると犯行できんのはたった一人。ダンジ、おめえだろ。なんでだよ。おめえ電気室で直したけどおめえがやったんだろ。保管庫から電気室まですぐだもんな。で、今どこにいんだおめえ、そして。今俺はカフェテリアだ。カフェテリアだろ？電気室から保管庫、カフェテリアのこの通路の間にいたんだよ、チョッパーが。お肉になってたんだよ。なるほどね。そう。チョッパーがお肉になってた。確かにルート的にはサンジさんドンピシャですね。おめえ食おうとしたんだな、おめえ。食おうとしてるよ。非常食じゃないのよ。肉になった。トラカイが。あと3秒。これはもう。俺だってこれさ、ナミさんになつれないんじゃない。トラカイが。なつれんだったらナミさんって思ったけど、なつれないじゃんこれ。30分。ごめんね。勝ちはもらっていくわよ。よしみんな。今日の晩ご飯は。よくやった。